林田理沙は NHK のアナウンサー。長崎県生まれ、神奈川県育ち。両親が長崎県出身。幼稚園から高校まで湘南白百合学園で過ごし、東京芸術大学音楽学部学理科卒業、東京芸術大学大学院音楽研究科修士、家庭音楽学専攻修了。2014年4月にアナウンサーとして NHK 入局。 同年6月2日、NHK 長崎放送局に着任。6月4日にラジオニュースで、6月9日には、テレビのお昼のニュースがそれぞれ初出演となる。近年、長崎に配属後は、東京アナウンス室へ、早期に戻れるジンクスがあり、現在も続いている。2016年2月、NHK 福岡放送局へ移動。2月29日より日、61。 福岡キャスターを担当。2018年4月から東京アナウンス室に移動。朝1メインキャスターに就任する大見由里恵の公認として、ブラタモリアシスタント並びに NHK ニュースをはよう日本の平日番5時台、6時台及び NHK ニュースをはよう日本、関東甲信越6時55分のキャスターに起用された。林田は61福岡も 大うから引き継いでおり、東京でも大うが担当していた番組を引き継ぐこととなった。その後、2020年度の番組改編で、ブラタモリ及び、おはよう日本を交板し、首都圏ネットワークのメインキャスター並びに、おし番のキャスターに起用された。首都圏ネットワーク、おし番に関しては、林田の同期である中山かなから引き継ぐ形となった。趣味。 特技学生時代 NHK 入局後このうち、石橋、星、滋賀、五十嵐、藤重、大谷は大学時代に受講したテレビ朝日安区でも同期、ありがとうございます。